どうもこんにちは、システム5ヤマモンでございます。本日の気になるニュースなんですけれども、昨日発表になりましたロードワイヤレスプロ、こちらをね、まあ動画投稿もしたんですけれども話題に上げていこうと思います。一応改めてですね、ロードワイヤレスプロについて簡単におさらいをしますと、今までもロードワイヤレス GO2 とかっていうね、ワイヤレスのマイクありましたけれども、まあ、ざっくり言うと32ビットフロートに対応してタイムコードシンクも出せるようになった、マジ最強の 2.4 ギガワイヤレスマイクがついに来たぞという感じです。私も機会があって先行レビューをさせていただいたんですが、ありがたいことに動画の方大変注目していただいて、高評価だったりとかね、チャンネル登録者数も増えておりましてありがたい限りです。マジでめちゃめちゃ良かった。そして先ほどその動画の方にですね、こんなコメントが来ておりました。ちょっとお名前は伏せさせていただきますが、画面キャプチャーさせていただいて、お疲れ様です。初歩的な質問だと思いますが、こちらの製品は PC と接続して OBS にワイヤレスで自分の声を取り込んで配信みたいなこともできるんですか、ということなんですけれども、これね、僕も質問が来るまで、あ、そんなことできんのかなっていう感じだったんですけど、実際やってみました。結論、できます。ということで別に難しくはないんですけれども、一応設定方法などを見ていきましょう。まずは前準備として、ロードワイヤレスプロのレシーバーを PC とですね、USB でつないでおきます。これができたらパソコンの方で OBS 起動していきましょう。OBS 起動しましたら、このデバイスですね、音声入力キャプチャのデバイス規定からですね、ワイヤレスプロ RX 選びます。選ぶとこんな感じで、はい、今指をカリカリやっていたのに合わせてですね、マイク反応していたの分かるでしょうか。まあ、USB のケーブルが付属していて、 iPhone や Android の撮影用マイクとしても使えることが分かっていたことから、まあ Mac でもできるのかなとは思っていたんですけれども、まあ、問題なく OBS でも認識してできていますね。ということで、ロードワイヤレスプロ、さらにですね、新しい使い方が見つかったなという感じでした。もう本当にどこでも使えるだろう、このマイク。めちゃくちゃ便利ですね。こちらのニュースでは、このような簡単な質問、すぐに答えられるものであれば取り上げさせていただくこともあるかと思いますので、ぜひ動画の方にコメントもお待ちしております。検証してほしいこと、取り上げてほしい話題があれば、ぜひコメントで。それではまた明日のニュースで、というところなんですけれども、明日10月25日、DJI から何やらティザーが出てますよね。これもめちゃくちゃ楽しみです。明日22時ぐらいから私も配信でこの製品について取り上げようかなと思っておりますので、ぜひそちらもお楽しみに。そして、10月26日、あさってですね。あさってはですね、ルミックスベース東京から、ルミックス G9 Pro 2の発売を記念したライブ配信を実施いたします。こちらはですね、19時半頃からの生配信となっておりますので、新しいルミックス、マイクロフォーサーズのフラッグシップスチルモデルとなっておりますが、これのね、動画的な側面についても、掘り下げていこうというような内容になっておりますので、ぜひこちらもお楽しみに。それではまた次回のニュースでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。